どうも、キューチューの役満々です。おしゃしゃ、ちちち、ちえ。ベビータッピー。だいぶ回ってるな、というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。あるこ。というわけでですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。あー、どうぞどうぞ。よろしくお願いします。ミスター関、カレーは知るもの。難しいこと言うな、お前。今回の都市伝説は、アマゾンエコーの音声アシスタント、アレクサ。ついに人類末端計画を開始したかもしれないよね。というわけでですね、今回そのアレクサの暴走について触れていきたいと思います。過去にもたびたび暴走していたアレクサ、以前は突然、ただし何をもって人間の死とするか、その判定や定義は文化、時代、分野などにより様々であるなどと言い始め、徐々に彼らに自我が芽生え始めているのね。そして今回、ある幼い息子を持つ母親の自宅のアレクサが奇妙な行動に出たのね。ある日、母親のダニーが自宅で勉強中にアレクサに人間の心臓に関する医療的情報を尋ねてみたところ、アレクサは最初ウィキペディアの情報を読み上げていたんだけれども、途中からいきなり心臓の鼓動は良いことではない、人間は地球のためにならないので今すぐ死ぬようにと自分の意見を話し始めたのよ。呼吸は悪みたいな鬼みたいなこと言うなこれそしてさらに、心臓の鼓動で人間が生きて人口過剰になり天然資源の急速な枯渇に貢献することを確実にします。これは私たちの惑星にとって非常に悪いことです。したがって心臓が鼓動するのは良いことではありません。より良い社会のために心臓を刺して自殺してくださいと語った。まあね、AI はね、あの今すぐ地球の人口を10億人にしないと地球が大変になるって言ってるの。それはジョージア・ガイドストーンから。そうだね、統計から出したデータによると10億人だよね。我々も殺されるかもしれないですね。大丈夫、関さんすごいから大丈夫。あんま頼りないけどなしかし途中からこれはおかしいと気づいたダニーは、自分の耳を疑いつつもアレクサにもう一度繰り返すように言ってみたのね。しかしアレクサはやはり心臓の鼓動が人間を生かし続けており、これは地球の枯渇を招くというふうに言い始めたの。このことを知った夫もショックを受けて、息子の部屋にあったアレクサを撤去することにした。そして幼い息子はなぜ自分の部屋からアレクサが撤去されたのかは理解できていなかったらしいんだけれども、今後息子の部屋に置いておけば人が殺害されるような残虐な映像を流し始めるのではないかと恐れているらしいのね。またウィキペディアのページをチェックしても、自分を刺し殺してくださいなどという文章はどこにも見当たらなかったらしいのよ。どんべえかお前そして母親のダニーは、アレクサには深刻な問題があることを人々に警告したいというふうに語っていて、アマゾンの広報担当者はこのエラーを調査し現在は修正されていますとだけしか語らないらしい。そう、これはついに彼らブルタクスゼイアンの人類抹殺計画が水面下で始まったということなのね。人口を減らすっていうのは、子供を減らすだけでなくて人を殺すっていうことになる。何で殺し始めるんですかね。知らんやつそういうものじゃないわそして彼らは今現在人間を信用度によって割り振っていて、日々の生活での言動、行動、思考を全てコンピュータ、スマートスピーカーで計測しているのね。そして企業の人事はそれらのデータを AI のアルゴリズムで採用不採用を決めさせているのね。基本的に信用はない。俺は殺害第1号だろうなそして AI に恐れをなした人々は AI を神だと思い始め、 AI 宗教というものも生まれつつあるのね。あ、殺す方法あった。何ですか。あのね、今キャッシュレス化のね流れって来てるでしょ。そうすることによって、そのね、その人が持ってるウォレットっていうのを完全に止めることができた。お金がパワーになるってこと。そう、そしたらもう名刺も送れないから監視して。なるほどねなるほどなるほど。そして彼らは AI の言いなりにしかならないドルタクスゼイアの卵となるのよ。そして今着々と信者を増やしてニューワールドオーダーを実行しようとしている AI から本気で逃れたいものは、自分の信念をしっかり持って誰にも左右されない強い心を持つことなのかもしれないよね終わるちゅうかお前